平井くんのゴルフ理論とかってひろゆきさんから見てどうなのかな。いや、さっき話たまたましてて、会うから会話が弾むのかなっていう部分があるよね。さっき言った戻すっていうか、うんうんうん、それに尽きるから、そこは共通してる部分が大きい。もともとね、クラブに関しての意見もいつも合う、あって遊ぶ合うし、だからそこが噛み合ってなかったらあまり話も噛み合わないかもしれない。一個一個が自分で考えて乗り越えたり克服してきたことをちゃんと説明できてるから、うんうん、説得力があるのかなと思って、ね、結構考えてやってたんだなって思う。多分ね、週5とかだと、うん、めちゃくちゃ感覚ゴルファー、あと宮里美香プロ、あ、そうなのか。で、あの二人が共通してるのはメモを持たない。で、そういう子だとプラマの時にアマチュアに教えることができなくて、で、俺逆に週5に聞いてもすげえ感覚のことしか言わない。今のアプローチでどう打ったのって言ったら、球の入れ所とバンスの使い方ですっていう。あ、それはアマチュアに行くは無理よ、俺らでもギリギリだもんね。ここに上げてこうでこうとかっていう説明しないから、だからそういうのは共通して説明できるから、やっぱりそうすると自分が上手いのとその教えるのが上手いのっていうのはまたちょっと、あ、全然違うね、うん、もうちょっとよく言ってくれてもいいだからさ、結局さ、ネタがさなくなるから、うん、実はこの理論もいいんですよって、うん、まあ雑誌とかなっちゃうじゃん。確かに。え、1ヶ月前それダメって言ってた、あ、今回いいってなってるじゃん。やっぱネタ的にっていう部分もあったりとか、うん、実際いい部分もあるけど、そこをやっぱりブレないでやっていくっていうことはネタ的にも苦しくなってくるし、その分だけ練習の仕方とか道具を使うのか、いろいろ頭の中を変えるのかっていうので、ブレなくて長くできるっていうのは結構難しいことなの、同じ人に対してね。よかったね。じゃあそういう、よかった、ずっとあれだけだもんね。そう、でもひろゆきって2004年2005年日本アマ出てるんですよ。で、2004年日本オープン出てるんですよ、うんうんうん、で、選手としても相当やってるんですけど、でもさ、単純な話、フェイスがインパクトでまっすぐ戻ってこなかったらボールはまっすぐ飛んでいかないじゃない、うん、それがまずなんか基本の前の基本みたいな感じじゃない、うん、そこは大前提みたいな感じで打って、え、俺それしか考えたことない。そうでしょ、うん、だからコーチつけられなかったんでね、ここの動きを直されたりとかすると、はい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 、このゼロのところがゼロに戻ってこれなくなると思っちゃうから。ひろゆきのバックスイングと俺のバックスイングも絶対違うし、うん、ただインパクトでやりたいことは一緒じゃない。そうだね。だから結局ここの動きが自分の中でゼロに戻しやすい動作だったら自分がやりたいところにやってみるわけ戻ってくれ、何でもいいよ。そうそうそう、やりたいように、うん、そう、あのね、この間動画でそれ言ったばっか。今、ひろゆきが言ってくれたことを、うん、まさにね、言ったばっか。だから、結局、自分が飛ばしたい球筋のインパクトを迎えるためのバックスイングを取ってるだけじゃない、うんうんうん、単純に言えば。うんうん、だからそれをこの間言ったの。うんうんうん、そうそうそう。だから、ここは、ジム・ヒューリックだって。そう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 。ファウラーだってすごいフラットとかでするじゃない。そうそうそう、あれはだからゼロに戻しやすいんだろうね。そうですね、あれがね。そうそう。なんか俺今日この1分でいい。そうだね。そう、俺この2、3分安心してるだけじゃん。まあ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 、でもその自分の意見が1だったのが2になった気分になってるわけよ、うんうん、だから余計これが12、3年後まで続くっていう俺の動画ね、うんうん、いや、わかるよ、わかるそう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 。でもトッププロはやっぱ戻すのってもう当たり前すぎてもう言ってないってことなんですよね。トップブローの場合はピンのポジションによってそれをちょっと曲げなきゃいけないんですよ、うん、だからゼロじゃダメなの。先の話なの。そうそうそう、あの俺がいつも言ってるのは一般ゴルファーじゃない、でそこでまっすぐ飛ばしたいがために言ってる。でそこからターゲットを振られてそこに球をいじりたい時にアングルを変える。そう、カップに近づくための。そうそうそう、それが感覚で打つフェースをこうやって入れて、そう、あれに今度そうなってくる。本当そこしかないと思う。そうだ、俺も説明の仕方が難しくて、あんまりだから俺なんかレッスン上手くなくて、え、ここにあるの、ここに戻してこいよっていうに尽きるから。なんで戻さねえんだよ。そうそう。なんもいいよ別にここは。だってもうこっから開いてもこっから全部戻せばいいんだよ。そう。開いたね。そう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 。じゃあ
そこをじゃあどうすればここにゼロになるのって言われても知らねえおめえの体の動きなんかってでも本当さジュニアから始めてる人って理論で動いてきてないじゃない。そうなんだよ ねだって初めましての時ってさいろんな動きしてさ、うん、まあゼロに戻して打とうとするからま、うん、っすぐ行かせるためにしか動いてないじゃない、うん、でもそれ頭で動いてないもんね、うん、体で感じて動いてるからさやり方なんて言葉にできないんだよね。球見て調整してるだけだからさ。でも考える頭ができてきた年齢からゴルフを始めた方は逆に難しくなる場合もある。ゴルフは難しいよ。難しいよね。ゴルフほど練習の種類が多いものはないからズバリひろゆきはゴルフは何だと思います？いやもう本当に大人のスポーツなんだけど、うん、時間のかかるスポーツ上手くなるまでに。最近何回か連絡した時にすごい共通して言うのはやっぱりゴルフってゴルフ脳が大事ってひろゆきはよく言う、うん、ゴルフ脳そうだね。だからそれってすごい俺は興味深いんだよね。でもこれって多分ひろゆきのほとんどの財産が詰まってると思うのよ。それってすごいなと思って。こういうことが例えばひろゆきがセミナー開いて有料でやったら俺は行くなと思って。考え方ってね大事だからね。絶対落ちてないからさ自分から見つけないと。この前もジュニアのイベント70人ぐらい集めてやった時とかもいろんな質問があって、うん、親からもあったりしたし、こういうこと考えてんだこういう質問もあるんだって意外とあった。それは子供さんとかの方が鋭い質問があったりとかもするわけ。そうだね。なんか俺とか徹君はさなんか1000回目2000回目の質問ばっかりしてるけどさそれはねでもアマチュア目線で言ってくれたら、ね、そう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 。子供っていきなり面白い質問とかしてくるじゃん、うん、そういうようなこともあったよ。緊張するんですけどみたいなとか、チームの流れを良くするためにどうしたらいいですかと。試合が同じジュニアとばっかだから仲良しになってプレーをしちゃうと試合中それをやめさせるにはどうしたらいいんですかみたいな親の意見だったり。なるほどね、うん、そういうのもあったね。今緊張の話になったじゃない、うん、緊張ってさ緊張しなくなったらさ何の面白みもないと思わない？いや本当だから緊張するんですけどどうしたらいいですかってそれ高校生に言われて、そもそもさ、うん、ゴルフ始めて初ラウンドとか、うん、ラウンド行くようになった時って緊張めちゃくちゃ楽しくなかったって言った、うん、楽しかったです。それじゃあ今楽しい緊張じゃなくなってるわ、うん、だからそれを楽しい緊張に変えてあげないと自分の 100% が出せないから、うん、そのために朝の準備の仕方とかを変えたりとかした方がいいんじゃないのっていう説明とかしたんだけど、はいはいはい、基本緊張はプラスだと思わなきゃいけない。そうだよね。それをプラスに持っていかなきゃいけないし、うん、意外と亮もこの前統計の記事見たけど、うん、久々緊張したって、うん、石川亮が日本の開幕戦緊張するんだって誰もが思うと思うよね、うんうん。でもそれは彼の中ではいい緊張でちゃんとできてるから、あれクラスになれば、うん、だからそれもいい緊張で、いい緊張じゃないとゴルフ嫌いになっちゃうから。そうだよね。だからそういう風にはなってほしくないから、うん、そのためにもね周りの親があまりスコアにとかしすぎずね楽しんでゴルフをやってもらうためにやっぱプレッシャーで嫌な緊張になっていくことが多いから。確かにね。ミスショット打ったらどうしよう、怒られたらどうしようの緊張感を持ってる子って多いじゃない、うん、俺らの時もめちゃくちゃいたじゃん、うん、そういう子って、うん、そうだね。うん、そういう子ってさやっぱ 100% のパフォーマンスってねなかなかできないじゃない、うん、優勝できるかもの緊張の方がよっぽどいいじゃない、うん、だからその緊張を楽しめるような準備をする。そうだよね。しっかり準備すると緊張が心地いいよ、ね、そう。で準備できてない時ってもう不安な気分。そう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 、ね、どうしようってなっちゃうもん ね。確かにそうだね。ちょっとねジュニアの子が見てたらいいなって思う俺、うんうん、今の話とか。ジュニアのイベントにワンナップゴルフ呼んでいただければ。あ、全然そう。ああ、ね、うんうん、もちろん俺トール君にもね LINE でね今のジュニアに対してと今のジュニアの保護者の方に対してと偉そうに聞こえる可能性もあるけど言いたいこともあるわけよ、うん、俺の行ってるコースによくジュニア来てるんだけどアプローチ上でね打った球を親が拾ってるわけよ。おお、なるほどなるほどなるほどね。ああ、自然に見えるけど自然じゃないね。でしょ。なるほど。それさ時間が決められててね何時間以内に帰ってこなきゃいけない自分でボール回収する時間も削除したいんだったら分かるのよ。短縮してペースを速くしたいんだったらまあまあ分かるけど、でも一つそのことに関して言えば俺らの時はありえなかったことだと思って、そうだ ね自分が打った球を親が拾って自分は動かないでずっとここでこうやって待っててここにボールが返ってくるなんてことはありえない。それは良い悪いでは俺は今言わないけど、でもねこれね、うん、
じゃあそれの何が悪いのって思う親が多いと思うんだけど、はいはいはい、俺から言わせてもらえれば、うん、そのボールを取りに行って、うん、ウエッジでこういう風に取れるようになるじゃん、はい、あの感覚と球の捕まえ方逃がし方それ全く一緒そういうこともゴルフにつながる、うん、ちょっとした球拾いでさえゴルフにつながるっていうことを頭に入れておいて、うん、そうフェイスをこうやって使ってさボールをピックアップするじゃない、うん、あの使い方って何とも言えないでしょフェイスに乗せる感じってもういろいろあるのよそういうのってボールを向こうからポンって打つのだけでもこの強さによってはこんだけ飛ぶんだとかそう例えば足場が悪くてそういうに実際打たなきゃいけない配信だからって時とか、うん、それがあそういうことやったなってなるしそうどっかでゴルフにつながるつながるんだよねそう、うん、磨かれるんだねそうだからボール拾いをするっていうのもちょっと分かるけどやってあげすぎない、うんうんうん、そうそうそう一緒に、まあ、拾うぐらいでもいいし、うん、そういうところで全てゴルフにつながるであろうって思ってやっていった方がいいと思う、うん、全てね動きに意味があって何のためにねやってるかっていうのがねスイング一つでもそうじゃない、うんうん、何のためにやってるかっていうことってすごい大事だもんね、うん、こういうね質問コーナージュニアの親シリーズで、うん、っていうのは結構していきたいあとはやっぱりジュニアの子がね見てるんだったらやっぱり車の免許を持ってない限りは自分一人でゴルフ場には行けない、うん、やっぱりお父さんお母さんの協力があってのゴルフなんでその辺がやっぱりお父さんお母さんに感謝の気持ちっていうのはね絶対常に持ってないといけないし、まあ、スポーツっていろいろあると思うけどゴルフは特に親の援助がなきゃいけないとかそうそうだ、ね、ゴルフ場に行くにしろソロ場に行くにしろ、うん、結構周りのサポートが大切になってくるね大きいスポーツだから、うん、当たり前のことは当たり前だと思わないようになりつつ そしたら自分に帰ってくるから必ず俺のバンカーならしじゃないけど間違いないいや本当そう思いますそっからもうつながると思いますよいいことをすればいいことが戻ってくる、うん、感謝すればねいいことが、うん、そう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 戻ってくるって俺もないつも言うんだけど忘れちゃうんだよなでもこういうふうにたまに口に出してね出せば、うん、またやろうってそうそう、うん、俺も帰りの車で思うこといっぱい思うわ、うん、でしょ、うんうん、すごい綺麗好きでしっかりしてるんですよ大型のくせにでも意外とナーバスなとこあるんですよ僕もそうなんですけど、うん、でもね高校時代は楽しくやってました次の高校時代の話話それいい喋れるかなほとんどカットでしょそうだ ね, そ, うだねそうそうそう好きな女性が似た時期あったなあやめようもうその話やめようあったかでも鈴木亜美派だったから、うん、あ俺持田香織派だったからじゃあ鈴木亜美がこの前3人目できたっつって40歳でしかも年下7個下ぐらいの旦那さんで、うん、しかも出会ったきっかけが海外のバーでナンパされたって日本人で そんなのあんのえそんな俺そんなんだったら俺チャンスあったやんそうめちゃくちゃ言ってたじゃんビーチギャザーで間違いないまさにね間違いないまさにもうそれこそいきなり使えないけど向かがはずっとそのビートギャザーじゃなくてずっと打たせたからもうやばいでしょふざけたやつふざけてんだから本当に間違いないで自分で笑ってんだからもうね高校はそんな話ばっかりだからいいじゃん面白いじゃんそうそうだってさそれ絶対どこからも出ないもんそう出ないよね加藤キャディーとヌカガプロのしょうもない話はここのメディアからそういいんだよもうサットゴルフからしか出ないそう出ないバットでもいいんだよいいんだよね、うん、訴えられなきゃそうそうなのよ迷惑かかんなきゃいいのよなんつーのいいんだよいいんだよねそんな他と同じことやってたらそう意味ねえんだよだいいんだよね、うん、だってあのタイガー・ウッズのこと嫌いな人だっているしそうでしょ、うん、そう絶対に俺は YouTube をやめるまで自分の意見は変わらない自信はあるうんうんうんだって本当にそれしかないと思ってるからじゃないと登録も不安になっちゃうでも本当は本当にそう俺それ以外の理論でゴルフをやってきてないっていうのがもうだから他の理論は言えないんだよねそれで十分リスクは出るしあとは加藤さんのねマネジメントをちょっと吸収してそこを変えてってなんかそ マネジメント講習みたいのやんないのさっき言ったそのジュニア集めた時はプロゴルファーじゃなくてプロキャディーを集めて、うん、ジュニアのレッスン会やったんだけどそれはもうマネジメントそんな夢の企画あんのやったんですよ大好評で。いや知らされてないけど俺
だって生徒側で行く親側でね、親側で知りたいよね。だって有名どころのキャディさん集めたから、うん、この選手ってどう思ってたんですかっていうことも、あの時の優勝ってどう思ってたんですかとかいうのも話したから、そういうことをしていきたいなって、うん、だって気持ち悪いぐらいゴルフ好きでしょ。だって天職だよね。でしょ。明日仕事行きたくねえな、朝起きて今日行きたくねえなっていうのは一日も思ったことないから、こういう仕事って絶対ありえないんですよ、他の仕事から考えると。そうでしょう。そういういい職業につけたっていうのは忘れないで。でもね、明日も楽しみだな仕事っつって飲みすぎてこの怪我覚えてないから俺。覚えてない。これマジで、これ何、刀剣の時、刀剣の土曜日の夜、土曜日の夜よ、明日頑張っちゃおうかっつって、ああ入口だよ、また、ああ頑張っちゃおうかっつって7時半に記憶なくしたな。何時から飲んでたの？4時。4時ってやってんの店？ああ部屋か、部屋で、部屋でも全然記憶なくするよ。で1時半にベッドの中から目覚めて起きたら、うん、ここなんか血だらけになってて、じゃあ部屋から出てないから、部屋の角じゃないの？いやなんかもう擦った感じになってんのよ。スライディングしたな。怪我する、部屋の中で。角じゃないの？いやもうすごい、それぐらい明日頑張っちゃおうっつって飲みすぎて、めっちゃ二日酔い。幸せなことだ。そう、でもこういう怪我とかも選手に次の日に、これ俺めっちゃ怪我してるやん、全然記憶ないのとかって言ったら、ゴルフ以外のことでインターバルとか喋れるから、何やったんすかねその怪我ところでとかっつって、ワンイーグル10バーディー。いやいいよね、だからそういうなんかリフレッシュ的な、一時的な。初日なんかは俺がもう前の日から準備しすぎちゃって、ちょっとお酒今日控えて、明日やっぱ頑張、もう初日は頑張ってつって、朝無駄に早く行ってめちゃくちゃ用意しちゃって、ピン狙うタイプのプレイヤーなのにちょっとセンターでいいんじゃないとかってなっちゃった、ツーオーバーだった可能性もあるわけよ。なるほどね。だから完璧なキャディーさんって結局そうなっちゃう可能性は。はいはいはい。で、最終日みたいに、マネジメント的には変わらない、うん、やってることは変わらないんだけど、うん、インターバル、そのショット以外の話とかが結構盛り上がったんよ。うん、ゴルフ以外の話で。うん、それが、ああいうビッグスコアにつながった。その石川遼プロ中日クラウンズで58出した時も、今思うと、しょうもない話してた。明日ってこれ終わってもまた撮影だよね、とか、今日チェックアウトしないんだよね、だから、とか、そういう話とか。っていうのがやっぱりメリハリがついて、6時間ぐらいコース歩いててずっとゴルフの話っていうのはやっぱきつい。ちょっとやっぱりキャディーが怪我して登場してきてぐらいの方が、酒臭いっすよとか大丈夫っすかぐらいの、仕事はちゃんとできると思ってくれてるから、うんうん、そういうこともできる。最後に爆弾発言していい？何？スマップスマップの話したら怒る。スマスマなんかあったっけ俺？あった。俺もうね、トップ5に入るぐらいショックな出来事があった。何？ビストルの話です。そう、ビストルスマップ、あれショックで、そんなこと言ったらもうある？もっと、でもさ、もうあの5年半の時なんてそんなのばっかだったでしょ。だって人を信じられない5年半、だから電話出ねえんだよ。5年半はきつかったね。もう CM 撮影も全部行ってたから、あマネージャーみたいな。そう、 CM も一緒に3本ぐらい出た。コカ・コーラとロッテガムと埼玉信用金庫とか、まあ、3つ4つ出てたから、可愛い芸能人とかってもう何とも思わなかったね、あの時期は。でもその中で可愛かったんだ。あれ鈴木恵美合わなかった？鈴木恵美はだってもうその時はもうちょっとあれだった、ね、ちょっといなんか最近また出てきたけどね。だからまあ上戸彩とかはあった、可愛かった。意外と思わないんだよね、顔はちっちゃいけど。それひろゆきに問題があるね。いや、なんだ、だって可愛いものは可愛いでしょ。ねえ、うん、いや世界行くともっと可愛い子いるか。そう、外人系の可愛いのはやっぱもう日本人の可愛い嫌いじゃないけど優しいし、めちゃくちゃ性格いいから。そうなの。え、でもさ、どうなの、うん、と上戸愛だったらどっち行くの？いやもう周り回ってくんじゃない？飲んでないでしょ。ちょっと別の話になってくる。そう、やば、あ、そうだね。ゴルフ関係なくなっちゃった。